はい、こんにちは、ハッチンドです。今日はですね、テニスのグリップテープですね。これ10本で990円、1本99円のグリップテープ、これをね、今回購入したのでちょっとレビューしていきたいと思います。はい、でこちらがね、届いた、グリップテープなんですけど、あの猫ポスでね、ポストに届くような感じで、送料無料なんでね、猫ポスで届きましたと。じゃあこれね、実際に開けていきたいと思いますけれども、よいしょ、ついてますね。で、おお、こんな感じですね。はい、こんな感じでね、こんな感じで、はい、袋に入ってます。色がね、10色くらいあるのかな、10色くらいから選べるんですけれども、10本とも同じ色ですね。あの10色入ってるわけじゃなくて、1つ色を選んで、まあ、10本、届くと、ね、で今回は無難にあのグレーにしました。はい、でなんかですね、ここにこう穴がついてるのは何ですかね、なんかあれなんですかね、なんかの多分印なんでしょうね。店頭で再販しないようにっていう感じなんですかね。99円なんでね、もしかしたらこれ本当に300円とかで売ろうと思えば売れちゃいますからね。多分そういう感じでわざと穴を開けてるんじゃないかと思います。はい、ね、こうやって穴が開いてるとね、なんか中古品扱いになるんで、まあ、200円300円で売ろうと思っても売れないみたいな、そんな感じですかね。はい、じゃあね、早速このね、ラケット、クリップテープ巻いていきたいと思いますけれども、どんな感じなんですかね。あれか、東京2019って書いてあるから、ここに穴を開けたのかな。20、あ、でも2020にも見えるな。ちょっとね、穴を開けてる意図はわからないですけれども、同封されてるのは、まあ、普通のグリップテープと、あとはこのね、クリップテープを留めるテープですね。ちゃんとここにね、あのテープ剥がしの切れ目もついていて、まあ、99円の割にしっかりしてるんじゃないでしょうか、ね、こうやって巻きつけやすいようにね、こう斜めカットもしてあるし、安いやつだと、ね、斜めカットすらしてなくて、斜めカットは自分でしてくださいみたいなものもあるので、まあ、そういう意味では99円の割にしっかりしてるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ実際に巻いていきたいと思います。結構ね、この巻くの好きな人もいれば、めんどくさいっていう人もいますよね。私はそうですね、時間があれば自分で巻きたい人ですね。で、まあ1本巻きゃ結構十分かなと。2本も3本も巻いてるとだんだんめんどくさくなる、そんな感じですね。結構そうですね、テニスは私は会社入ってからね、社会人になってから始めたんですけれども、もうかれこれ25年以上になりますかね。でちょっと子供生まれてからね、さすがに練習なかなかできなくなりましたけれども、本当にたまにね、昔の仲間とか、あとは会社ね、テニス部があるので会社の人たちとやったりとかね、昔は結構そのテニススクールとかね、入って練習してたりしたんですけれども、やっぱりね、家族ができて子供ができるとなかなかね、テニスする機会も少なくなって、でなのでこのグリップテープもね、久しぶりですね、巻くのもね。やっぱり現役時代っていうかね、しょっちゅうやってる時はね、本当に1ヶ月2ヶ月3ヶ月に1回は交換してましたけれども、もうしばらくね、ここ最近子供が生まれてからはもう1年に1回交換するかどうかと。1年くらいほったらかしてるとなんかベタベタして使い物にならないんですよね。はい、それで今回、まあまとめてね、変えようと思って10本入りのものをオーダーしたんですけれども、そうですね、やっぱり、ヨネックスとかのね、ウェットタイプに比べるとウェット感はちょっと少ないかなと思いますけれども、まあ触った感じはそうですね、
なんていうんですかね、ヨネックスとか入ったメーカー品のものよりはちょっと劣るかなとは思うんですけれども、まあでもね、頻繁に買える人にとってはあんまり気にならないかなという感じです。結構ね、そのなんていうんですかね、ウェット感にこだわりを持ってる人とかは多分そもそも100円とかのね、グリップテープは最初から買わないと思うんで、はい、で私みたくね、頻繁に買える人とかはそんなに品質にこだわらない人、安ければいい人には大丈夫な、ね、そういう人たちにとっては、まあ、許容できるくらいの、ウェット感かなと思います。はい、うん、私は大丈夫かな。はい、ここね、昔は白とかね、現役っていうかバリバリやってた時はやっぱり白とかにしたんですけど、今はもうね、たまにしかやらないんで、でしばらくほっとくとどうせ黄色くなったりすると思うんで、はい、あ、いいですね、いい感じですね。はい、全然触った感じは、あとはね、実際に使ってみてですね、はい、感想をまた取りたいと思いますけれども、巻いた感じね、握った感じはすごくいいと思います。はい、ウェット感もそんなにベタベタするわけでもなく、しっかりね、滑らない、ね、まあ、ドライが好きな方はね、また違うんでしょうけど、私はウェット派なので、まあ結構いいんじゃないでしょうか。はい、あとは耐久性はですね、実際にね、打ってみて、はい、感想動画撮りたいと思いますけれども、いやでも99円ね、この値段だったらまあこんなもんでしょうっていうか、うん、ヨネックスのね、グリップテープよく使うんですけれども、まああれが350円とか400円くらいするので、そうですね、あれが例えば1ヶ月2ヶ月持つとしたら、1ヶ月で400円としたら、これ1週間ね、1週間ごとに買えるっていうふうに考えると、まあ、全然こっちの方がいいかなっていう気もね、まあ1週間で買えることはないと思うんで、そうなるとやっぱり99円ってかなりコストパフォーマンスがいいかなと。で、まあ、結構ね、99円のものだと、やっぱり99円かみたいなものが多いんですけど、これはね、まだ1本ですけれども、うん、巻いただけですけれども、巻いただけの感じだと大丈夫かなっていう気がします。はい、じゃあね、また実際に使った後の、ね、感想動画撮りたいと思います。はい、ということでね、 KPI の99円グリップテープ実際にね、昨日テニスして、使ってみました。全然普通に使えましたっていうか、多分、300円とか400円で売ってるグリップテープと品質変わらないんじゃないかと思うくらい普通ですね。結構まあ1時間くらいやったんですけども、まあ全然ね、どこかこう向けてくるとかいうこともないですし、はい、まあ、適度にね、ウェット感あって、多分ヨネックスとかに比べるとちょっとね、ウェット感足りないかもしれないです。だから夏場はちょうどいいんですけれども、冬とかだとちょっと足りないかなっていう気はしないでもないです。まあここは好みがね、分かれるところなので、あまりベタベタするのが苦手という人にはちょうどいいくらいじゃないかなと思います。はい、ね、全然想像以上にしっかりしたものでした。はいね、でということでね、10個セットだったので、もう早速ね、ラケット、テニスラケット2本と、あとね、バドミントンのラケットの方にもね、まあ、行ったので、あとはね、妻とか子供もラケット持ってるので、まあ、そうやって巻いていくとね、10本ね、あっという間にグリップテープなくなるので、やっぱり99円ってすごいね、嬉しいですね。はい、はい、じゃあ最後にね、どこで買えるかということで、まあ、ヤフーショッピングですね。ヤフーショッピングで、グリップテープテニスと入力して検索していただければね、多分一番上に出てくるんじゃないかと思います。で、99円のね、こちらのやつは単品で99円で、こちらだと送料がかかってしまうので、このね、10本セットですね。10本セットだと、ネコポス送料無料ということでね、買えますので、カラーがですね、まあ、ここにね、表示されている通り、ここですね、13色って書いてあるんですけれども、結構ねもう在庫なしが多くてですね、ホワイト、イエロー、グレー、レッド、ライトブルー、ピンク、ホットピンクですね、
この岩は6色、7色ですかね。7色からしか選べませんけれども、はい。まあね、結構皆さん白とかね、無難な色がいいんじゃないかなと思います。あと黄色とかもね、結構テニスとかだと多いんですけれども、ね、残念ながら10色ね、全部違う色のセットっていうのが今は取り扱いしてないらしくて、まあ単色で10本ということになりますけれども、でも全然ね、本当に何回も動画で言ってますけれども、もう本当に300円、400円のグリップテープと変わんないじゃないかっていうくらいのね、ウェット感だし、握った感じなので、耐久性はね、ちょっとやっぱり、使ってみないとわからないところありますけれども、口コミとか見る限りは、まあ本当に皆さん同じように、普通のと変わらないんじゃないのっていう感想を書いてますので、はい。ちょっとね、今回99円ということで、安かろう悪かろうかなと思ったんですけれども、意外と、はい、まともなものなので、ぜひですね、テニス、バドミントンでね、頻繁に使われる方は、ね、ヤフーショッピングで探してみてください。で、せっかくなのでね、また、ヤフープレミアムと、あとは、ハピタスですね、ハピタス経由で、さらにヤフープレミアムでってやると、ポイントがかなりね、キャッシュバックされて、まあ、990円ですけど、私なんかはね、もうほぼ800円くらいで買えた感じですかね。ね、こちらで見ていただくと、今ね、ポイントで171円相当、19% ポイントバックして、あと T ポイントも9ポイント、これだけでね、180円戻ってきますと。で、さらにハピタス経由で購入すると、さらにね、990円なんで、まあ、約10円ですね、10円戻ってくるので、そうですね、990円のところを、まあ、800円で買えてると。ね。1枚、グリップテープ1枚80円で買えてるっていう計算になるので、まあ、かなりお得じゃないかなと思いますので、ね。ハピタス経由で買うやり方についてはね、この動画の下にリンクを貼っておきますので、そちらで見てみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が役に立ったよ、ためになったよと思った方は、グッドボタン、いいねボタンを押してください。この動画以外にも、ためになる動画を配信していますので、おすすめ動画もぜひご視聴ください。